シュビーツハウンドは、スイスのシュビーツ州原産のセントハウンド犬種である。スイスハウンドの一つに含まれる。ドイツ語では、シュビーツ・ア・ラウフ・フントという。シュビーツハウンドシュビーツ地方の山間部での狩猟に、適した犬種を目指して作られ、他のスイスハウンドと同じく1000年近く前から、使われてきた犬種である。かつては、ノロジカ領をメインに行っていたが、 それが減少した今日は主にのウサギやキツネなどの小型獣を狩ることに使われる。獲物の匂いを追跡し、発見すると瞬足で追いかけて仕留める。本種は地域限定の犬種で、大半の犬が原産地で実料犬として飼育されている。スイス国内では稀に他の地域で飼育されているものもあるが、国外に輸出されたことはない。極めて希少な犬種で、 保存会はあるものの絶滅が危惧されている。守備率の毛色はホワイトレッドである。ベースカラーはホワイトで体の上部に布をかぶせたように赤いブチが入っている。コートは他のスイスハウンドと同じくスムースコート。引き締まった体つきをしていて他のスイスハウンドと比べるとスリムで細身である。足は長く走るのは速い。スタミナよりもスピードがメインの犬種で スイスハウンドの中では最も足が速いものであると言われる。頭部は小さめで、マズルは先が尖っている。胸は深い。耳は長めの垂れ耳、尾は飾り毛のないタレを。体高46から58センチメートルの中型犬で、体重は他のスイスハウンドより軽い。性格は忠実で、従順、状況判断力が高い。 吠え声は猟犬のためよく響く。運動量は多めで、都心部での飼育には向いていない。ありがとうございます。